アップスリーハウスは1778年に建てられたロンドンにあるウェリントン公爵下のタウンハウスであるロンドン一番地という愛称で知られているハイドパークの南東に位置するハイドパークコーナーにあり正面にあたる南側は交通量の多いラウンドアバウトで中心にウェリントンアーチが建っている第九代ウェリントン公爵は現在も建物の一部を使用していて イギリス貴族のタウンハウスが建築当時のまま、現存している例としては、唯一の建物であると考えられる。イギリス指定建造物のグレード I に指定されており、現在イングリッシュヘリテージにより運営されている。アップスリーハウスは、ウェリントン博物館と呼ばれることもある。博物館及びアートギャラリーとして、一般公開されていて、スペイン王室から可視された83点の絵画のほか、 初代ウェリントン公爵の絵画コレクション、時期、公爵のために、ポルトガルで作られた1815年頃のシルバーのセンターピース、彫刻や家具などが展示されている。トマス・エイチ・シェパード作画による、アップスリーハウス1829年作ハイド・パークの中央門が左手に見える。アップスリーハウスは、イギリス王室所有の古い宿泊施設の敷地内に立っている。 インターレグナム期には、現在のオールドリージェントストリートとハイドパークコーナーの間に新しい建物が建てられた。王政復古後の1600年代に、これらの建物は、ジェームズ・ハミルトンに貸し出され、彼の死後1692年、その未亡人エリザベスにより改装されて99年間のリース契約が結ばれた。ちなみに、ウェストミンスターにある通りの名前、ハミルトンプレイスは、 彼の名前に由来している。アップスリーハウスが建設される直前まで、その敷地には、ヘラクレスの柱と呼ばれるタバーンがあった。この店は、ヘンリー・フィールディングの代表作、ステゴ・トム・ジョーンズの物語に登場している。アップスリーハウスは、もともとは1771年から78年に、かけて、ロバート・アダムにより、大法官アップスリー教のためにレンガ作りにより建てられ、 その名前が付された。アダムによる内装は一部現存していて、それは例えば、半円形の螺旋階段、アプスを持つドローイングルーム後に、ウェリントン港が増築した巨大なコリント式ポルチコの後ろにある、ポルチコルームである。1869年の市街地図に見る、アプスリーハウス近隣の家屋は、第二次世界大戦後にパークレーンを拡張するために、 取り壊され、ウェリントンアーチは移動された。この邸宅は、地方からロンドンに来る旅行者が、ナイツブリッジの有料ゲートを通った後最初に見る、家だったので、ロンドン一番地の愛称で呼ばれるようになった。もともとそこは、ピカデリー沿いに大邸宅が立ち並んでいた区域の一部で、それらの邸宅は、パークレーン拡張のために取り壊された。正式な住所は、149ピケディリー。 W1J7NT である。1807年アップスリーハウスは、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの兄、初代ウェルズリー公爵、リチャード・ウェルズリーによって買い取られたが、1817年、彼は、経済的理由によりその邸宅を手放すことを、余儀なくされ、その当時新しい政治的キャリアを積むために、ロンドンでの拠点を求めていたウェリントンへ売却した。 ウェリントンは2段階の改装を行うために建築家ベンジャミン・ディーン・ワイアットを採用した。最初1819年にワイアットは北東部に3階建ての拡張部を追加し、そこにステートダイニングルームとベッドルーム、ドレッシングルームを作った。第2段の改装はウェリントンが首相に就任した1828年に始められ、邸宅の東部に 新しい階段とワーテルローギャラリーが作られた。赤レンガ作りの外装はバスストーンで覆われ、ペディメントを冠したポルチコが加えられた。ワイヤットの当初の見積もりは2万3千ポンドだったが、作業中に発見された構造的欠陥の修復が必要となり、費用は6万4千ポンドを超えた。ワイヤットは内装に彼独自のフランス様式を導入し、それは特にワーテルローギャラリーと 華麗な探鉄による階段手すりに顕著だった。ニコラウス・ペブズナーによると、まさに帝政様式から新ロココ様式への転換であった。ワーテルロー・ギャラリーは、もちろん、ワーテルローの戦いにおける公爵のナポレオンへの勝利にちなんで名付けられたものである。現在でも1815年6月18日を記念して、毎年特別な演説が設けられている。 公爵の騎馬像は、交通量の多い道路越しに見ることができ、その台座は四隅を保証により守られている。この像は、ワーテルローの戦いで敵方から奪った銃を、鋳造して作られたものである。第七大ウェリントン公爵ジェラルド・ウェルズリーは、1947年に、邸宅と、その重要な所蔵品を国に寄贈したが、1947年ウェリントン博物館法により、 邸宅の半分強を占有する公爵家の権利は、ウェリントン公爵院が存続する限り守られることとなった。一家の居住区は、現在邸宅の北側にあり、2階に集中している。2017年4月1日から来場者は、1817年に、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム3世から可視された、金メッキ時期のテーブルウェア400点を観覧することが、できる。 これは1815年のワーテルローの戦いでのナポレオンへの勝利に対して初代ウェリントン公爵に与えられたものである。アップスリーハウスに所蔵されている著名な200点の絵画の中には初代ウェリントン公爵が1813年のビトリアの戦いの後に得た83点の絵画が含まれている。絵画はジョゼフ・ボナパルトの貨物列車の中にあったもので、 有史以来最大の戦利品と呼ばれたものの一部だったが、大半はその戦いの後失われた。公爵の兄、メアリー・バラ京は、ビトリアから公爵の邸宅に到着した165点の最も美しい絵画を整理し、リストをまとめた。ウェリントン公爵は、スペイン王室のコレクションを含むその絵画を返却することを決めたが、スペイン王フェルナンド7世は、 十分にふさわしいとして公爵に絵画を貸しすることで答えた。初代公爵が獲得した絵画がすべて一般公開されてきたわけではない。例えば21世紀に入って、それまでウェリントン公爵下のプライベートエリアに保管されていたキツヤーノ・ベチェッリオの絵画3点が初めて一般公開された。ナポレオナズ・マーズ・ザ・ピースメーカー、アントニオ・カノオーバー作戦806年また。 アントニオ・カノーバ作の有名なナポレオンのヌード像がある。これはカノーバがナポレオンから直接依頼を受けて1802年から6年にかけて制作したもので、右手に金の2位形を持っており、長い杖を持った左手は高く掲げられていて、高さは3.45メートルである。この像は一度ルーブル美術館で展示された後、ニコラウス・ペブズナーによると、ウェリントン公爵のために、 イギリス政府が買い取り、現在はアダムの吹き抜けに立っている。初代ウェリントン公爵はヨーロッパ各国の統治者から数多くの贈答品を受け取っており、それらも展示されている。ありがとうございます。